元参議院議員で香川県三木町の副町長植松恵美子さんが先月30日に副町長を辞職したことが分かりました。三木町によりますと、植松さんは先月25日辞職届を町長に提出、先月30日付で受理され辞職したということです。植松さんは2007年参院選香川選挙区に民主党公認で立候補し初当選。しかしその後、消費増税法案に反対して民主党を離党すると、2013年の参院選では無所属で立候補しましたが落選しました。そしておととし1月から三木町の副町長を務めていました。辞職の理由については一身上の都合としていたということです。